自信を持て、必ず勝てる。君ならできると信じていたよ。
ちゃダメだよ。君ならできると信じていたよ。自信を持て、必ず勝てる。君がいてくれてよかった。自信を持て、必ず勝てる。自信を持て、必ず勝てる。
みんなよく頑張ったね。行きます。皆さん頑張って。ごめんなさい、仕方なかったな。
まか、オメガモンらと共に人間に加担する究極体のデジモンとは、ロードナイトモンを倒したその力、敵ながら見事。私は彼らに力を貸したに過ぎない。貴様の力なくばロードナイトモンが破れることはなかった。いや、それも定かではないな。大義を見失った者が叶うならば戦わずして解決したいのだ。不可能だ。ことはもはやそのような段にない。現実世界を全て破壊するなど間違っているとは思わないのか。語るに及ばず、たとえ貴様たちの目に悪と映ろうと、参る我が同胞、そして人間よ、どちらの道が正しいか。これ人生の果ての結末こそ我が望み。
食らえ。死に準ずる自ら選んだ真を揺るがすことなく進んだ結末、騎士道とは滅することと。彼を愚かと笑うか、全てはイグドラシルの意志、そうあるべしと定められているのがロイヤルナイツもまた一個のプログラム。どのように強かろうと定めからは逃れ、you
行くぞみんな。やりましたね。行きます。
自信を持て。必ず勝てる。せよ。くらえ。行くぞみんな。ごめんなさい。仕方なかったな。行くぞみんな。君がいてくれてよかった。自信を持て。必ず勝てる。皆さん頑張って。せよ。ドローザカード終わりだ。君ならできると信じていたよ。行きます。
さあ決着をつけようか。自信を持て、必ず勝てる。君ならできると信じていたよ。自信を持て、必ず勝てる。自信を持て、必ず勝てる。ごめんなさい。
行きます、うん、続けていこう。ダメだよ。行くぞみんな。君ならできると信じていたよ。行きます。
ちゃダメだよ。くらえ。ジ・エンドだ。続けていこう。君がいてくれてよかった。自信を持て、必ず勝てる。ごめんなさい、仕方なかったわ。私たちならきっと。せよ。へい。ごめんなさい、仕方なかったわ。自信を持て、必ず勝てる。くらえ。皆さん、頑張って。ドローザカード、終わりだ。君ならできると信じていたよ。
私たちならきっと。ごめんなさい。仕方なかったな。自信を持て、必ず勝てる。自信を持て、必ず勝てる。行きます。やりましたね。
無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。私たちだ。行くぞみんな。皆さん、頑張って。ごめんなさい。仕方なかったな。
私たちならきっと。君がいてくれてよかった。
行きます。君ならできると信じていたよ。よう、来たな。奴ならまだ充電中だ。満タンになったら食ってやろうと思って。いや、違うな。本当はお前が来るのを待ってたんだよ。思い出したんだろう、
あの時のこと、お前らを守るとか言ってさ、ビビってさ。あ、アラッタさん。お前、あの時ユーゴを助けようとしてたよな。ありがとな、俺の親友のためにさ。けどよ、悪いな、ようやくそいつが果たせる。そのために食って、だからしないでくれ。俺の前から消えてくれ。そんでもう一度やり直させてくれ。頼むよ。友達だろ。だからお前の力を食ってやる。Yeah!
邪魔をするな。お願い、彼を助けてあげて。私の時も助けてくれたじゃないですか。何を躊躇する？不安なのか？自分一人でできるのか？あまり自分と彼を見損なうな。必ず届くさ。なぜなら君。何しに来やがった？まだ俺のみっともねえ姿を。お前はすげえよな、いつだって。でもな、俺はそうじゃねえんだよ。またダチを助けられずに終わるんだ。かっこ悪い。バカだよな。電脳世界だからそんなわけねえって。あの光景を最後まで見てた俺がスエドを恨むぜ。こん人のせいにすんのもみっともねえな。どんなことがあっても忘れちゃいけなかったんだ。うるさい！俺に構うな！説教も慰めも聞きたい。他にどうすればよかったって言うんだよ！なんか方法があった。俺みたいなガキがスエドのような天才にかなうわけねえ。ユーゴを救うのに。帰れねえよ。しつこいやつだな。俺に構うなって。お前なんで連れ戻した？やろう。
余計なことしやがって何なんだよ。合流する必要はなかったのでは？あ？もしくは準備が整った時点で私たちに通信をくれたら。あれ？でもね、ねえ、オメガも。あれ？どうして黙り込んじゃってるのかな？ねえ、作戦会議で私たちも駆けつけてくれ。うん、ごめんなさい、暴走しちゃった。お前らバカだ。ダメだ、我慢。そうだな、はじめっから。まさか実在していたとは。何故今さら姿を現した。私はロイヤルナイツの抑止力として存在するもの。ロイヤルナイツの暴走を止めることが。暴走？人間世界を消滅させる。なるほど。だが私を人間世界に送り出したのもまたイグドラシルの意志。バカな。イグドラシルの意志が貴様が先帝者であるならば、イーターが世界を滅ぼすほどの脅威となった元凶は、いわば奴が。何を勝手な愚かさ。
それは人間の一面に過ぎない。ゆえに勝てもちろんイグドラシルの意志だとするならば、すまない。勝ち残った者こそ愚かな愚か者は残念だ。ようやく最後の東風に会えた時が別れの時だ。我が力のひとしずくを我を準備はいいか、ワトソン君。行こう、仕事の時間だ。イグドラシルの真意は我と共にある。
が破れるとはな。そうだ、滅びこそイグドラシルの意志。イグドラシルの意志とは、我がここで滅するのは。あまねく世界よ。これで敵対するロイヤルナイツはいなくなった。あとはデジタルワールドから流れ込んだ大量のイーターをどうにかすることができれば。じゃあ片っ端からやっつけちゃう。なんたってここに伝説のロイヤルナイツがいるんだもん。いや、それでは時間がかかりすぎる。そんじゃあいつの手を借りるしかねえかも。そういうことです。スエド。いやいや、おや、アルタ君。俺はこいつらを信じる。もう、そうですか。あんたがここに現れたってことは。さすがアルタ君、察しがよろしい。この破滅的な状況を打破するには、東京中にはびこったイーターをまとめ、な、今一度デジタルラインにプールしたデジタルウェイブを放出し、次元の扉を開きます。その際、周辺のイーターを全て呼び集めと、幸いデジタルラインはすでにレイキいつでも実行可能だから。それでは今度こそデジタルワールドが滅んでしまう。そんなのダメに決まってるじゃん。うん、もちろんそんなことはさせません。我々の進化の道がイーターに、本体とも言うべき存在があることをご存知ですか。イーターに本体。それこそがマザーイーター。マザーイーターはどこに。デジタルワールドの最深部、イグドラシルのコアです。あなた方の世界の創造主とも呼ぶべきホストコンピューター、イグドラシルはマザーイーターの侵食を受け、機能の大部分を損ねてしまっています。あなた方ロイヤルナイツがたもとを分かってしまったのも、それが原因かもしれませんね。待て、そいつの居場所が判明しているなら、イグドラシルのもとへ直ちに向かい、イーターを送り返すような真似がなぜ必要な。残念ながら闇雲に突入しただけではイグドラシルに近づくことはできません。大規模な機能不全はイグドラシルのセキュリティ制御にも及んでいます。近づく者が敵か味方か、まともに判定か。おそらく我々がデジタルワールドへと侵入した瞬間ですが、マザーイーターの一部である私お手製のプログラムを仕込んだイーターを大量にマザーイーターの元へと送り込み、イグドラシルに取り付かせ、セキュリティ機能を一時的に抑制します。その隙にマザーイーターを排除。話の筋を通って、この方法以外に2つの世界からイーター。なんかよくわからないけど、そのようですね。とこの作戦を実行するにあたり、次元の扉はすぐにでも開くことができるの。開いた状態を維持するには、デジタルラインに現存するデジタルウェイブの蓄積。そこでイーターをデジタルワールドに誘導し、マザーイーターを排除するまでの間と、その役目僕たちが引き受けましょう。マヌラモン、みんな、これは心強い。というわけで、ささっとデジタルラインを調整しちゃう。ゆうこさん、手伝ってもらえますかね。ああ、ついでにアキーノさんに。え、あたしもっていうか、いやはや、デジタルラインをハッキングしたお手並み、なかなかと。これでは皆々様が、
では飛び込みましょう。分かった、内側から押し広げればいいんだね。無茶っぽいけどやるしかない。うわ、ちょ、すごい。うまくいったみてえだな。イーターが送り返されていく。さあ、扉は開きました。この魔法陣は一つ聞いておこう。はいはい、何でしょう。マザーイーターを排除するしかないと言ったが、排除する確かな方法はあるのか。いやいや、説明して。無論マザーイーターの中に囚われている異物、神城雄吾君の精神データを取り除くのです。そもそもイーターは人間など生命体のデータを捕食する存在ではなかったと思われます。しかし雄吾君を捕食したことでその食性が変わってしまった。初めて人間の精神データを取り込んだことでイーターは現在の性質を手に入れ、その進化の契機となった彼の精神データをイーターは、それも自分たちの中心。まさか兄さんが言っていたイーターに囚われ、マザーイーターって。結構私の理論に照らし合わせるなら、彼を取り科学的なプログラムの書き換え、時間の逆化、イーターの記憶統合ネットワークは我々の理解、彼らは常に情報を共有し常にそこに容量の限界や時間的概念は存じ、そんなことありえないと。ではあなた方が近頃体験した8年前のエデンや、あれはイーターの記憶からロードナイトモンがダウンロードし、こそまあ陰湿なトラップとしてのアレンジは、なぜだ、お前はなぜそこまで知っている。いや、実は私今やイーターの一部なんです。と言っても彼らのネットワークに特別な権限でアクセスして。あんたの手品の種はクラッキングと手口は同じです。やろうと思えば。マジかよ。新田さんにできるなら。はあ、もちろんですとも。だが人間はその可能性を本能的に拒絶し、一度イーターに取り込まれながら無限の可能性に気づけなかったのはそのためです。とこの話はまたの機会にしまして、とにかく現在の形態へと進化する契機となった、信頼できる確率でイーターは雄吾君の精神データを捕食する以前8年前の状態まで時間を巻き戻すはず。現在が起こり得なかった未来へと変化し、確かな過去が現在にとって変わるのです。あのスタジオの京子さん、どうぞ。デジタルの世界では十分に起こりうる事象だ。そして今現実世界は電脳世界と同化している。まさしく、イーターに時間逆行現象が起きれば接続している電脳世界を通して、ともすればエデン症候群などは消えてしまうかもしれない。因果律ってやつか。俺もその気になってきちまったけど、どうやって雄吾を取り除くんだ。それについては問題ないはずですが。つうか待てよ、エデン症候群が消えるなら、こいつも雄吾も元の体に戻れるってことだよな。何か斜め上っていうか想像の、この際何だってありだろ。雄吾を助け出してみんな元に戻る大団円。斜め上どころかこの上ないほどの希望的観測ですが、うん、決まり。
ではお先に失礼。さて我々も続こう。どうしました？現在のデジタルワールドは時間に余裕はないが、拙速に過ぎてことやり残したことはないか？あるなら準備を整えてから。デジ来たのね。待っていたわ。実はあなたにお願いしたいことがあるの。あ、いえ、お願いではないわね。依頼は事務所の方に通しておいたわ。確認する。じゃ
Thank you.